びは本当にご尽力ありがとうございました。国際入札監視委員会の委員長、森田です。よろしくお願いします。ただいまから福岡市公正入札監視委員会の森委員長から高島市長に随意契約総点検にかかる意見書をお渡しいただきます。それでは随意契約総点検にかかる意見書を提出させていただきます。よろしくご検討ください。どうもありがとうございます。続いて福岡市公正入札監視委員会の森委員長から高島市長に随意契約総点検にかかる審議の報告をいただきたいと思います。福岡市が特定の民間業者あるいは外郭団体と随意契約で業務を委託してきました問題につきまして、すべての随意契約について総点検をしたいという高島市長のご意見を受けまして、私ども福岡市公正入札監視委員会ですべての随意契約につきまして総点検させていただきました。その結果をご報告させていただきます。お手元の資料をご覧いただきたいんですけれども、総点検の結果をかいつまんで申し上げますと、まず随意契約147億円分について見直しができたということであります。随意契約147億円を競争性のある契約手続きに移行できるということであります。これらは改革できるものから平成26年度の契約に反映させていただきます。そしてこの147億円のうち外郭団体との随意契約の分は46億円ございます。この46億円は外郭団体との随意契約の約4割を占めております。それで私ども公正入札監視委員会といたしましては、これらの随意契約を総点検する際に次の2点に注目しながら点検させていただきました。第一は、これらの随意契約を競争性のある契約手続きに移行できないかということであります。第2に、これらの随意契約の透明性、公正性、効率性をどのように確保していくかという、そうした2点に重点を置きまして検討させていただきました。その結果、今申し上げましたような数字を示すことができるようになったということであります。それでお手元の資料をご覧になっていただきたいと思うんですけれども、2枚目に資料1というのがございます。資料1の左の欄に福岡市のすべての契約の総額と件数が示されております。総額1897億6000万円、10万4200件、こうした契約が行われておりますが、そのうち競争入札に関わる分は706億1000万円で、残りが随意契約という形に今なっているわけであります。ただその随意契約のうち、どうしても
随意契約にせざるを得ないところもございます。その一つはその左の枠の段にあります丸1の少額の随意契約というところですけれども、これは10万以下のものについてはコストの関係で随意契約にせざるを得ないというそうした性質のものであります。それから随意契約の形をとっていても競争性のある随意契約というものもございます。企画競争を競わせた上で随意契約を結ぶというそうした形のものであります。それから丸三に書きましたように随意契約によることが明らかに合理的な理由があるとされるものであります。でそうしたものにつきましては括弧の中で例示をさせていただいておりますけれども、少なからずそうしたものがあるということであります。でそうしますと随意契約のうちいわゆる競争性のない契約という文は上の方の太枠で囲んであります379億6000万円の分になります。私ども公正入札監視委員会は主にこの379億6000万円の随意契約、これがまあ競争性のない随意契約と見まして、この点について主に点検をさせていただきました。その結果右の欄にありますように146億8000万円という金額、件数にしまして1559件の見直しができたということであります。その内訳は一つはまあ競争入札あるいはそれに準じた扱いのものに移行させることができるということであります。それからもう一つは今回の総点検の中で福岡市として新しい制度を作ろうというそうした試みに踏み切ることにしていただきました。でそれは最初の1枚目の資料結果のポイントという資料の括弧3にあります随意契約は特定の業者とあるいは団体と、まあ、契約を結ぶわけでありますけれども、従来はその相手方が一社しかないというそういう形で随意契約になっていたわけですけれども、そうした随意契約に参加する希望者がいるかどうかその有無を確認するという制度を新たに設けさせていただくことになりました。これによりましてそうした参加者があれば競争性のあるそうした形で随意契約が締結されるということになります。それで再び資料1、2枚目の資料1に戻っていただきたいんですけれども、そうした公募により参加希望者を募るそういう制度に関わる分が13億6000万円でございます。それから任意枠の一番下の私業転廃業対策による斡旋についてのものでありますけれども、そうした斡旋が長きにわたって行われてきたわけでありますけれども、その周期を設けるというそういう協議をすでに始めております。こうしたものもいわばその見直しをするという方向が確定しているものでありますので、この見直しの額に含めさせていただいております。でそうしますと最初の1ページこの、資料1の左のところで福岡市のすべての契約1897億6000万円がどのような内訳になっているのかということを見てみますと、
この競争入札に加えて、それから丸2の競争性のある随意契約、それに加えてさらに今回見直しました146億8000万円、そうした3つの内訳において契約が競争性のある形で締結されることになるということであります。そして随意契約として残るものでありましても、先ほども申し上げましたように丸1の随意契約、丸3の随意契約はこれは随意契約とせざるを得ないものでありますので、結局競争性のない随意契約として残るものはそれらを除いたものということになります。それを数字で示しますと、それは全体の 12%、 つまり残りの 88% は競争性のある契約ということになりますし、さらに随意契約によらざるものを得ないという、そういう形になってまいります。それで残るもの 12% 分がありますけれども、これにつきましてはなお少し時間をかけて検討をしていただきたいということで、先ほど高島市長に意見書を提出させていただいたわけであります。そしてこれらの点検は福岡市の自主点検に加えて、私ども公正入札監視委員会でチェックさせていただいたという意味でダブルチェックという、そういう形で点検に万全を期したつもりでおります。以上であります。ご着席ください。よろしければ意見交換をお願いいたします。はい、はい、まず公正入札監視委員会の皆さんにも、ね、8回に及ぶ大変ご熱心なご議論をいただいて本当に感謝しております。ありがとうございます。随意契約をすべてチェックするという、総点検は過去に例のないことですし初めてのチャレンジだったんですけれども、やはり、市民の納得感を高めたい、そしてできる限り競争性のある、契約に変えていきたい、そうした思いがあって、取り組みをしたんですけれども、本当にこの度は素晴らしい報告を挙げていただきましてありがとうございます。こうした形で、やはりその行政としても覚悟を持って今回、総点検に臨んで、できる限り競争性のある、契約に変えられないかというふうに、やはりもう時代を一歩進めるんだ、そして市民の納得感を高めるんだという思いをですね、私としても職員と共に共有をして、頑張ってきたわけですけれども、さらに自分たちの役所の理屈だけではなくて、もっと工夫の余地があるのではないかというところもですね、今回公正入札監視委員会の皆さんに厳しくチェックをしていただきまして、随意契約の必要性があるものでも事前に確認をして、他にできるところがないかというところを入れてという新たな、そしてご提案もいただいて、より競争性のある形に近づけていただいたということは非常に大きな前進だと思っていますし、いただいたご提言をですねしっかり踏まえて取り組みを行政としてしていきたいというふうに思っております。今高島市長の方から、市民の納得が得られる、そういう、そういう総点検をお願いしたいという、そういうご意向を受けまして、私たちの公正入札監視委員会の総点検を始めましたが、市長のそうした強い決意が私たちの総点検の作業を進める上で大きな支えになりました。それで点検に際しましては、私ども委員は市民目線ということを常に意識しながらこの問題を検討してきたつもりであります。そうした中で私たちの委員会だけでなくて、市の担当部局の方と議論をしながら点検を進めてきたわけでありますけれども、
市の職員の皆さんも非常に前向きにこの問題を受け止めていただいて参加していただいたというふうに思っております。私は例えをしたんですけれども、非常に多くの案件がございまして、そして審議会は8回に渡って検討してきたわけでありますけれども、あまりに件数が多いわけでありますので、その進め方につきましては、典型的な例については非常に掘り下げて議論しながらやっていくという、そういうやり方と、それからこの作業はいわば餅つきをしているようなもので、その餅つきをしながら少し柔らかくなっていたところを次々にもう資料として委員会に出していただいて検討していくという、でそういういわば慌ただしい作業にはなったと思うんですけれども、だからといって手を抜いて審議したというわけではございませんで、随意契約とされる理由については特にもう徹底的に検証させていただきました。そういう中で市の職員の意識も相当やっぱ変わってきているなという、そういうことを実感させていただきました。私も正直最初この話が出てきたときに、何十年間こう随意契約をしていたという中で、どうして正直自分が市長の時にですねこういうことが一気にこう吹き出してくるのかなというふうに思いもしたんですけれども、やはり今時代が大きく変わってくる中で、やはり私年齢も若いですし、やっぱり今自分にしかできない部分というのはやっぱり進めていかなくてはいけないんじゃないか。ただやはりそのどうしても合理的なその返せる理屈っていうのを持ってない中で、やっぱり行政のやはりメンバーにですね、どれだけやっぱ真剣に本当に今時代の変わる時で競争性をできるだけ導入できるように本当にそう変えるんだという気持ちでできるのかというところの共有できるかというところが課題だったんですけれども、今財政局中心にですね、非常にやはり熱い思いを持って気持ち一つにしていただきましたし、また公正入札監視委員会の専門の委員長大変今回ものすごくやっぱりご熱心にですね、その思いを受け止めていただきまして、絶対厳しくチェックするんだということで新しいご提案もさらにいただいてですね、それがやはり今回のこうした成果につながったと思います。やっぱ次はこれをやはり実際に実行していく上では現場レベルではですね、いろいろなこれからハレーションも起きてくると思うんですね。長年していることを変えるということは本当に大変だと思います。ただやはりこれだけご熱心にもご披露いただいたこの労に報いるためにもですね、私たちはやっぱりしっかりこれを実行していくということが大事と思いますので、しっかり取り組みたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。